アフィニティはイングランド出身のジャズロックバンド、プログレッシブロックの早々期に活動したグループの一つ、女性ボーカルのリンダ・ホイルを擁し、陰影で叙情的なアンサンブルを展開した。1968年、ジャズグループ、アイスとして活動していたリントン・ネー、フトグラント・サーペルを中心に、リンダ・ホイル、マイク・ジョップ、モーホスターのラインナップで結成。 バンド名はジャズピアニストオスカー・ピーターソンのアルバム名にちなむ。しかし早々にリンガが生体手術を受ける事情があり、復帰するまでインストゥルメンタルバンドとして活動した。翌1969年にリンガが復帰し、作品の制作に取りかかる。1970年、セルフタイトルで唯一のオリジナルアルバム、アフィニティを発表。 1971年、ツアーに疲れたリンダとネーフが脱退。女性ボーカルのビビアン・マコー・リフトでエブ・ワッツに交代する。1972年、メンバーの音楽的方向性の相違により分裂。ホスター、ジョップ、サー・ペルが元、マンフレットマンのマイク・ダボのバンドに加入し、全米ツアーに同行したため、バンドはそのまま崩壊した。百九十八年、 二代目ボーカルのビビアン・マコーリフが死去。2006年、解散から34年ぶりに、リンダ、ジョップ、ホスター、サン・アッペルの創設メンバーが集結し、プライベートパーティーを催した。一時引退していたリンダは、これを契機に歌手活動を再開している。他に、2011年にもイベントにて再集結し、この音源はライブ作品として翌年にリリースしている。 ホイルが生体手術を受けたため復帰するまでインストゥルメンタルバンドとして活動。ファーストアルバムアフィニティ録音。セカンドアルバム用の曲イエスマンのデモレコーディングを行った。アルバム用デモレコーディングを行った。この音源は1971から72として発表された。1971から72にはホスター、ジョップの二人による 新録インストゥルメンタル2曲も収録。ありがとうございます。